少年期のフランチェスコ・マリアを描いたと考えられているラファイロのリンゴを持つ青年、ウフィツィ美術館所蔵。フランチェスコ・マリア一世、デッラ・ローベレは、イタリアの軍人、コンド・ティエーレ、ウルビーノ・校、強行軍の傭兵だった、ジョバンニ・デッラ・ローベレと、フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの娘・ジョバンナの子として、セニガリアで生まれた。 1503年に即位した教皇ユリウス二世は、父方の叔父にあたる。母の弟、グイドバルドに、子供がないため、ユリウス二世への仲介により、次期ウルビーノ皇に指名された。1502年、フランチェスコはマルケで最も強大な力を持っていた、チェーザレ・ボルジアにセニガリアのシニョーレの座を奪われた。フランチェスコと母ジョバンナは、 アンドレアドーリア率いるボルジア軍の殺戮から逃れた。1508年、おじ、グイドバルドが死に、フランチェスコが、ウルビーのコウクを継いだ。おじユリウス二世は、チェーザーレの死後に追いに、セニガリアを返還した。1509年、フランチェスコは、強行軍の司令官に任命され、直ちにイタリア戦争に参戦し、フェラーラ公国並びに、ベネツィア共和国と戦った。 1511年、ボローニャ征服に失敗した後、部下に、スーキ教を殺害させるという冷酷な行いで、彼自身がチェーザレと比較されるようになった。1513年、ペーザロ教となった。しかし、彼の政治的な被護者であった、ユリウス二世が亡くなると事態は安定した。新教皇は、メディチケ出身のレオ十世で、ペーザロを、老いのロレンツォに与えた。 1516年、フランチェスコは破門された上ウルビーノを追われ、ウルビーノ戦争と呼ばれた争いを起こし失敗した。彼が、公くらいに返り咲くのは、1521年に、レオ10世が崩御した後であった。イタリア戦争時、ロンバルディアにおける、ベネツヤ共和国配下の将軍であった、フランチェスコだったが、新たな教皇クレメンス7世はではローベル家を、無視した。 新聖同盟の最高司令官として1527年の新聖ローマ帝国軍によるローマ略奪に対して彼は不介入を決め込んだ。フランチェスコは1520年代後半に起きたパビア征服の主役でベネツィア共和国側について戦った。マルケにおける教皇庁の勢力に逆らい、彼は長男グイドバルド2世とジュリアデバラーノの結婚を成立させた。 1538年、フランチェスコは、ベーザロで毒殺された。1508年、エレオノーラ・ゴンザーガと結婚し、五死を設けた。ティツィアーノの、エレオノーラ・ゴンザーガの肖像、同じくウフシス美術館所蔵。ありがとうございます。